ミツマタは人長下科の植物で、3本に枝分かれすることからその名がつきました。岡崎市糠田地区にある瀬満城町では、明治から大正時代にかけて和紙の原料として栽培されていましたが、その後使われなくなり、20年ほど前に杉やヒノキなど木の間伐をしたところ、急激に増えたということです。ミツマタの花は先月中旬に開花し、見頃となった今、淡い黄色の花が木漏れ日に照らされ鮮やかに輝いています。山に春を告げるこの花は今月いっぱい楽しめそうだということです。